ヤナチャンネルご視聴ありがとうございます。本日ご紹介しますのは機動戦士ガンダム G フレーム12弾からこちら RX78 のプロトタイプですね、こちら買ってまいりましたので今日は見てください。2021年の1月4日に発売しました、G フレームのこちら12弾RX78 のプロトタイプですね。ちょっと遅れた形で、報告させていただきます。まずこちらフレームの部分ですが、もう骨組みがしっかりされてますね。で、顔があって腕で足ですね。足が結構ね、ここでやると難しいんですよね。で、こちらが、アーマーの部分ですね。アーマーにはバズーカ砲もついてるの、今回ね。ビームサーベルとかライフルもついてますけどね、バズーカ砲はなかなかでかいですよね。なかなかどん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 スケールアップしていくというかレベルが上がっていく G フレーム。ではこれから組み立てたものを見ていただきます。完成しました。こちらが RX78 のプロトタイプでございます。ほんとね、普通の RX78 にすごい完成度いいんですよね、これ。いやー、よくできたとか、足元細かかったパーツが本当に組み立てるのが大変でしたけど、なんとかできましたね。顔を見てくれて、これは結構すごいリアルに作りができてますよね。あとシールドじゃあ持たせましょう。まずシールドとレーザーライフルを、ビームライフルを持たせてみました。こんな感じで、なりますね。すごい、やっぱで武器でかいですよね。今まで何だったんでしょうかっていうぐらい武器がでかいからね、本当迫力ある、このプロトタイプの感触が出すことができます。また黒が本当色がすごい引き立ってますよね。これすごくいいわ、こう構えるのいいんですけど掴んでないんですよね開いてる手でしかこれ持たせられないじゃんと思ったんですけど、まあこういう風に持たせればいいのかなと思ってます。皆さんどうやってやってますか。まあこのハイパーバズーカを入れたのはいいんですけどね、結構大きさ的には気に入ってます。今回からですかね、ちょっと初めて見て気がついたんですけど、皆さんこれ知ってましたか。フレームについてる骨組みですね、その骨組みを組み立てるとこういうスタンドになるんですよね、このスタンドを使ってもう一回ガンダムを刺してみたいと思います。感じでソロを飛んだ感じの、造形が楽しめますね。こう宙に浮いてるような感触、なかなか見応えがありますね。これでビームライフルを持たせて攻撃をする、ポーズをとってみました。みたいな感じの、ポーズもとってみました。こういうアンバランスなことが、まあ、スタンドがあれば何でもできますけどね、結構腕の方でなんか少し角度変えられるんですけど、そうするとバランス崩しちゃいますから、やっぱりこの角度が一番いいのかもしれません。こんな感じで、ガンダムのアクション、なんか他のね、ジオン軍のモビルスーツを置いて攻撃をする、ポーズをとってもいいかもしれませんね。さあ、いかがだったでしょうか。今回は、G フレーム機動戦士ガンダムの RX78 プロトタイプを見ていただきました。私は昭和が好きなのでこれのみで今日はお送りさせていただきます。今回は以上です。もしよろしければチャンネル登録、高評価、コメントをぜひともよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。